どうも。今回紹介する銃は、こちらです。もう僕は予想してますよ。もういいかな。メーカーはここですよ。ここ。ダブルイーグル。M47D。これ割と安くアマゾンで売ってるやつじゃないですか。そうです。だから本当に使えるのかってとこ。あのゴミムシリーズと一緒じゃない？あれと同じラインナップでなんか昔アマゾンでよく出てたけど。マルゼンだっけ、はい、あの、あ、なんだっけ、はい、名前出てこない。チャージャー。なんかゴテゴテ乗せました。まあ、出ないでしょう。これだって筒だぜ、多分。これもうオールインワンセットじゃないですか。おお。これ。でも、付属一覧はこれなんだ。え、これ何？抜いたんじゃん。詐欺じゃん。訂正して、ちょっと。じゃあ、とりあえず開けてみますか。これは新品なんですよね。新品です。はい。オープン。カタログですね。カタログっていうか、あ、日本語だ。お。あの、本屋から撮ってます、これ。ああ、そっか。はい。これもうバイヤーじゃないです。まあ、わかりやすい説明書。ソードオフと、あと、なんだっけ、これ、テレスコピックストック、じゃなくて、普通のライフルタイプのストックか。固定ストックタイプ。はい。可変ホップ？可変ホップ？ついてんですか？可変ホップか？マガジンが2つ。おぉと、BB ローダー1つ。と、本体。本体は、あれだ、何もついてないバージョンだ。軽いっすね。ウォールプラだ。うん、4。長いな。サイトはないんで、なんとなくで打つしかないのかな。これ、え？ホップは？あ、これか！お、レバー。これがこうだ。うーわー、これ絶対ダメなやつだよ。36と一緒かも。36？ G36。あ、そうだ。もう遠い昔の過去の話だから。これね、動くんだよ。すげえ、そう動く。見てるうちに動いてる。そう。で、これ、前に押すと、銃口側の方に押すと、ホップが変わって、後ろだと、ホップがない、ノーマルって書いてるから。なんか、いらねえな、ここ。このレールいらないだろ。これ、ストックってどうなんだろう？変えれんのかな？いやか。太いか。ストック変えたいよね。補正はいい。5、うん、いい？よくはないだろ、これ。なんかグリップに違和感ある。アマゾンで今いくらなんだろう？ちょっと高くなってんすよね。これ、ホップねえな。固定ホップかな？さっきあったぞ。ああ、そうか、これか。なんか、怪しいホップアップ。じゃあ。倒れてもう。歯に脳みそついてるんですか？これ、結構ストック難しいかもな、ポジション。ホッピングするときに、うん。よし、じゃあ初速測りましょう。弾を。これってこういうタイプ。あれ？これ違うな。このタイプじゃないですよね。マルゼンって。マルゼンって、ああ、そうじゃない。こうリップがあってそこに入れるタイプでしょ？なんか使えねえのかよ。なんだよ。ダメじゃん。最後マガジン買うよりこっち買った方が。1、2、3、4、5。5。25とかじゃない？入れる方法は書いてますけど。ああ、特に何発入るっていうのは説明ないんだ。ね、まあ、多分30入んないと思う。じゃあ、初速を測りましょう。コップはノーマルで。
あ、コキンカレー。はい。玉は東京丸いの 0.2g です。いきまーす。80.1。83。81.3。結構初速出ますね。これがセーフティーですね。赤でファイヤー。こっちで何もない方でセーフティー。よし。じゃあ10メーター。あれ？あれ？あれ？ん？え？これノーマルだよね。全然上の方から出てるんですけど、たま。これ、下ね、もう土ね。土でやっと当たるぜ。そんな。すげえな、これ、やべえよ。パララックスっていうの半端ねえよ。これ逆か、もしかして。こっちがホップダウンなのかな。あ、詰まった。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。ちょっとマジで。あ、ラピッドファイアできる。あ、書いてましたね、なんかね。あの、ホップがかかりすぎ。ホップか、あのゼロにしても、あの、横からの弾道を見てもらえるとわかるんですけど、うわ、鬼ホップ。これ25とかじゃないときついかも。しました。なんだこれ。25がちょっと一ホールしかないですよ今。はい、じゃあ球は25にしました。10メーターいきまーす。あれ、これ本当に 25？ ああ、残ってたのか。いや、違う。え？なんだ？なんでこれ？弾の飛びはフラットになったんだけど。打ち方あれじゃないか、なんか。なんとかかんとかうちじゃない。これ。あえて言いませんけど。これ、あの、ホップ調整するときとか、これで。ドムチはポーズ。マッシュ、オーディガー、ジェットストリームアタックをかける。オルテガマッシュ、モビルスーツにジェットストリームアタックをかけるぞ。じゃないんすよ。違う、これはこの重厚っていうか、このバレルと平行に見ることでどれだけホップかかってるかって見るのにこうやるんですよ。で、これだと適正なんですよ。これ適正ホップなんだけど、サイトが合ってない、サイトがないからか。うん、あの、いやー、一応このレールのこのバリ？あ、あい、バリってない。どこにバリある？これ。バリバリ。バリ。バリ始まった？もうそのバリもいで食べてしまえ。ほうづけしたってこれ合わないんだよな。やっぱなんかサイト載せる前提なのかな。ああ、ハイマウントとかで狙うこと前提の。まあでも飛ぶな。ゼロホップ、今ゼロですけど、20、30、これ弾道で打つの結構難しいけど。若干何発かに一発は左に反れる、じゃない、右だな。右に反れるけど、でも、弾道は結構素直っすよ。うん、ただ、サイトを乗せる前提で使わないとすげえ使いにくい、これ。ホップを上げてみますか？はい。マックスにしたらさっき詰まったんで、はい、ちょい下げくらい。マックス、マックス、ちょい下げ。これくらいね。ああ、かかってる。かかってる。うん、おー。推定、50、60くらいだったんだよね。50かな、うん、ああ、だいぶ。で、こう飛ぶってことは、やっぱり、まっすぐはかかってない。うん、けど、ゼロで全然いいよ、これ。ゼロで25で打つんだったらいいかも。弾道打ちで、あの、20メーターのちっちゃい的狙えるから、うん、安定はしてる。いい方が。まだいい方。そうですね。全然ありだよ、これ。ラピッドファイヤー効くのはいいな。で、マガジンが予備で1個ついてくるから2つでしょ？まあ、これ単体で買うっていう人いないと思うけど。売ってんですかね、そもそも。
売ってないんじゃない？だから漏れなくこれがついてくるんだよ。ついてくる。あ、これは一緒なのかな？でもこれ、コッキングして、コッキングできるんだよね。え？これ、伊坂と同じじゃね？伊坂システムじゃね？これ、正しい使い方じゃないでしょ？違いますね。で、ロックされねえなーと思って、3回。おチャージショットじゃない。あ、全然違えない、やっぱ。ああ、でもこれいいかも、意外と。サイト載せたらどうなるのかな？バケるかも、意外と。入門者っていうのはいいかもね。軽いし、まあ、マガジンが予備で、うん、まあ、予備入れて2つ。ああ、でも、そっか、光学機器買わないといけないのがちょっとな。30は狙えるから、ありですよ。買いっちゃ買い。もっとダメなのかなと思ったけど。まあでも耐久力はないな。皆無。多分これ割れるか折れる。これプラでしょ、ここも。あ、プラだ。あ、そうですね。オールプラ。中の周辺も、まあ、シアーもプラ。プラですかね。だから多分折れる。で、グリップがさっきから違和感があるのは、これモナカだから、多分、折れる。こっちに。グッって言ったら。なんか、このレールが20ミリ対応なのかが若干気になるけど。でも、サイト載せて使うんだったらあり。うん。で、値段が1万円以下だったら、なおさらかな。1万以下です。点数？はい。59とかかな。9点これ。予備マガジンついてる。ついてる。そこの優しさに対して、うん。ただこれ場所によっては使えないかもね。レギュレーションで25ダメですよってところは使えない。効きすぎるからね、うん、ホップが。サイト、いや、だからそれこそ上に乗っけるサイトを、こいつを4兆くらい買えるやつ乗っければ、いいんじゃない？じゃあもう最初からまあ。いや、そうなんだけど。あ、カイ、向こうから来てくれたよ。あ、あれでもいいのかな？安い2300円くらいのオープンサイト？ああいうのでもいいかも。でも、玉の飛びは普通、変にドロップしないし。ただ、ホップをマックスにかけると、詰まる。説明書にも書いてありますからね。それくらいかな。